広島を思い郷土を愛する人には心温まるストーリーが。今宵はそのワンシーンをスケッチします。トヨタプレゼンツザ・キャンバスストーリー。この番組は広島県トヨタ販売店の提供でお送りします。本日のキャンバスは映画の街としても名高い尾道。映画の街に映画館を復活させた人物がいます。川本清純さん、シネマ尾道の支配人です。建物はとっても古くて昭和28年から続く建物を改装してオープンした映画館です。尾道といえば大林監督による尾道三部作など数々の映画の舞台となってきた街。もう毎日いい街だなと思いながら過ごしています。しかし全盛期には10館ほどあった映画館は時代の流れとともにその数を減らし2001年には全て閉館。私自身が尾道で生まれて尾道で育ったふるさとなのでこの町に映画館がなくなったのでなんとか復活させたいと思い作った映画館です。一度映画館がなくなってしまった町なので映画館で映画を見るっていうことの素晴らしさを尾道の人たちが一度忘れてしまった時代があったんですね。それに対して映画館を復活させてかつその映画館を経営を維持していくっていうことの作業がかなり苦労はしました。地域の人たちがこの町に映画館が必要という気持ちが12年間だんだんとこうそれが上昇していって今日まで映画館が残るっていうことになったのかなと思っているので地域の人たちのおかげでここまでやってきたと思って本当に感謝しています。映画の街に映画館を復活させた川本さん、彼女が描く将来のビジョンは。映画館を30年後50年後も残したいっていう思いはとても強いですね。私もおばあちゃんになっていつ映画館がやれなくなるかわからないんですがその先もまだまだ映画館が残っていくような、まあ、そういった街にしていくために努力したいなと思っていますね。トヨタ社との思い出を SNS で投稿しよう。ハッシュタグ私とトヨタをつけて写真とともに思い出をつぶやいてもらうと番組内で写真とコメントを紹介。採用者には5000円分のギフトカードをプレゼント。また番組ホームページではアンケートも実施。お答えいただくと抽選でプレゼントを差し上げます。トヨタにまつわる皆様の思い出をみんなでシェアしましょう。